僕らが紡いだメロディー、藍色かなオレンジかな、それぞれ放つ色、色とりどりの作品をその五感で感じてみて、そこに生まれた奇跡をそっと胸に抱いていて、嬉しいこと幸せなこと嫌なこと悲しいことも音に変えてつながり合って生まれたこのハーモニー、君にとってこの歌が心地よいものであるなら僕らは歌い続けるよ、歌うことが好きだから、この確かな生きがいが世界を輝かせる、いつまでもこんな風に届け届けと思いながら歌い続けてる毎日は、僕らが奏でたメロディーで君が笑っててくれるから、間違ってないんだと、これでいいんだと、生きれるんだよ、午後明日もまた大事な君と共鳴していく、そんな奇跡抱いて望む未来へ歌えたらな。脱退するってなった時に、まあ脱退ライブみたいなのをね、うん、ちょっとしてなくって、結局演奏しないまま、この3人になってしまったのが、僕としてはというか、もう3人ともそうですけど、すごく心残りに思っていて、今日せっかく鳥居くんが同じ日にライブしてるわけですから、一曲一緒にやりたいなと。紹介します、鳥居祐介。
届けと思いながら歌い続けてる毎日は時に重くて伝わらない